みーみーチャンネル始まるよ。みーみー何やってんの？もう今夕方だよ。ずっとパジャマ着てたね。昨日まで。何それ、このチョコレート溶かしてたの？パジャマにもついてるよチョコ。なんでそのまま食べないの？苦いちゃう。苦いって溶かしたって苦いでしょ。砂糖。チョコに砂糖入れんの？そう、黒砂糖。この砂糖あんまね、甘くないんだよ。このままで美味しくないんだよな。ミミ、今日何して過ごしてたん？一日中勉強を5時間して今寝てた。5時間してないじゃん。昨日は YouTube 見まくってたしね。やばいね。何時間見た？ダメ。テレビ &YouTube 三昧でしたね。そして今日は勉強、勉強だよ勉強。休憩めっちゃしてるよねさっきから。お姉ちゃんからもらったね。気に入ってるんだ。パジャマにチョコついてるよ。なんか口笛のつもり？口笛できないの？え、できるよ。10分タイマーかけて。タイマーはすでに動いています。ミミってさ、シリと仲良しだよね。うん。シリ、うちと友達だよね。あなたのお友達はどなたかわかりません。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。私に比べてもできません。ハードルが高すぎます。ハードルが高すぎるって難しすぎるって。ヘイシリー、しりとりしよう。すみません、しりとりはまだ勉強中なんです。じゃあ最初にこう言って、バナナって言って。もういいからミミさん、宿題しなきゃ。え、宿題終わってんだけど。え、そうなの？宿題終わったら自主勉だわ。あ、自主勉してんの？そうだよ、宿題なんか終わってるよ昨日のうちに。えらいじゃん。ね、また砂糖入れんの？そうに決まってるじゃん。お、あー、いやー、自主プリーズ、ここにある。洗濯する。自分で洗ってね、洗濯機入れる前に。うん。ミミ今日さ、本当に朝起きたまんまだね。服も髪も。もうちょっとレディーな感じでやった方がいいんじゃないの？ミミまた遊んでたの？洗い物してるんだよ。それ洗い物じゃないじゃん。今日はいたずらデーですね。で、顔についてるよチョコ。いいよ、つけてんだよ、うちが。つけてんの？そうだよ、夜ご飯です。ミミ、これ何年か経ってさ、レディーになった時に見たらさ、あー、口の周りちゃんと綺麗にして YouTube 出ておけばよかったって思うんじゃない？え、そうかな。あ、髪の毛もちゃんと結んでおけばよかったとかさ、綺麗にしておけばよかったとか思うんじゃないの？思わないよね。口の周り拭いておけばよかったと思うよ。思わないよね。思わないよね。何、思わないよねって誰に言ってんの？大人になったミミ。ちゃんと自分で洗ってるんだね。だってママに洗ってる。自分で汚したら自分で洗うんだよね。そうだよ、家の決まりみたいなもんだ。手袋でかい。ママのだもん。手袋の中水入れていい？ダメだよ。水入れて。次使うとき困るじゃん。で、乾かしとく。いたずらしすぎじゃない？今度は何してんの？ね、ミミ、ま、あの鏡のさ、掃除してくれるのはすごい嬉しいんだけど、うん、さ、コットン1枚じゃさすがに拭けないよね。コットン1枚でこれのこと？そう。何あれ、タオルって言ってたけど雑巾でしか見えない。なんで鏡のお掃除する気になったの？今だから。
暇？だってママが YouTube さっきまで撮ってくれた。あ、終わりそうやな。ダメだよ、ちゃんと綺麗にしてってよ。うわお、綺麗じゃん。うん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 。来て、10月28日。ちょっとこの出てきなはみ出たよ。あのこのノートはミーの髪の毛が、このノートは50字です。50字、今のやつね、6冊目。さっきのいたずらの顔とは大違いですね。キャートイレうんって言うのはベビーオーサー、あなたのはベビーオーサー、アニマルベビーオーサー、え、アニマルベビーオーサー言って。何それ、アニオリ、アニマルベビーオーサーって言って。ベビーオーサー、違う違う、あなたのはベビーオーサー、こうよ、ベビーオーサー、どうぞ。ベビーオーサー、あなたのはベビーオーサー、アニアルベビーオーサー、いい？アニアルベビーオーサー、わかんない、あなたのはベビーオッサーなの、あなたはベビーオッサーなの、ベビーオーサー、なんなのそれ一体。え、TikTok であるね。そうなん、これ、男子が何人に左側、身長165センチ。知らないけど、ミミの髪の毛面白いことになって、光に当たってなってない、別に変わんないよね、うん、仲良くかなしアニアルベビーオーサー、早く勉強しなさい。あなたさ、勝手な行動しないことですね。書きずんってさ、立って横どっち、うん、どうだっけ、ちょっと待ってね、自由で、あ、立ってだあのね、多分月曜日漢字テストなんだよね、うち。今うちね、ここやってんのね、四角三の4回目、うん、2回目は必ずみんながやって、2回目以上やるとこうやってキーシールがもらえるの。うーん、それで6回目とかやってると、うん、金のこのご褒美シールと、うん、緑のご褒美シール2つ、うーん、貼られるの、こうやって2つ。いいよ、音読していいよ。そして帽子を両手で持って不思議そうに眺めていました。それ私のよ、僕のだよ、私のですよ。えっちゃんとキセイトウシは一緒に言いました。名前を見てちょうだい。それからえっちゃんはあこちゃんの家に遊びに行きました。もう一回読んで。どうしたの、あなたそんな吹き方しないで早くシャワーしてきな、シャワー、うん、シャワーした方がいい。やだこれで福原の3回目。大変だね、何回も。で、今日はこのプレミアムロールケーキを食べます。逆あれチョコレート味とどっちが美味しいかな。うわ、美味しそう。あ、クリームうまい。クリームはこっちで、スポンジはこっちが。へぇ、それいつもやるけど、美味しい顔な、それ。うまくて、ほっぺた落ちちゃった。めっちゃうま、美味しいね、ミミ。ねえ、取らないでって言った、取らないでよ。だったらちょっと、だったら食べ。寒くないの、そんな格好で。暑いよ、そんがいらない。暑いか、暑いわよ、こんな。隠れ身の術、シュッ。あれ、おみみがいない。あ、いた。ほら、もう約束の時間過ぎてる。今日は事件がいっぱいあったんだから、もしか
くしたのたぶってるじゃん。バイバイ。チャンネル登録してね。よければグッドボタンも押してもらえると嬉しいです。おやすみなさい。はい、じゃあミーミーおやすみ。自由な空へ翼はためかせ行きたい。ねえ、それはね、こうかね、こうね。寝るよ。おやすみなさい。